今日のゲストは神奈川県在住で株式会社ミライエ代表取締役ブランドプロデューサーの三木佳子さんです。佳子さんは慶応技術大学総合制作学部卒業後 NHK に入局され報道番組のディレクターとして12年間2000人以上を取材されました。その後サイボーズ株式会社に転職されると同時に起業され PR プロデュース、セミナー講師、ライターなどのパラレルキャリアを構築。 PR 会社取締役を経て、現在は独立されて、企業研修、動画制作、ビジネススクールなどを運営されています。か代子さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はいえっと、じゃあ、まず、か代子さんをご存じない方のために、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。今、ほとんど自己紹介というか、ご紹介いただいた通りなんですけれども、改めまして、三木か代子です。 今はあの個人の方とか企業の持ってる価値に光を当ててそれを伝わる形に変えるというブランドプロデュースのお仕事をしております。あの具体的には個人の方とかだとその方のノウハウとか持ってるスキルを講座という形に講座作りっていうところでコンテンツ作りのサポートだったりとか講座ビジネスの立ち上げのサポートとか。 あとは自分の強みだったりとか思いをしっかりと伝えられるようになる自己 PR 力を高めるレッスンなどしています、えっと、いろんな経歴安定した企業からこうどんどん独立の道を歩んできているので今日はいろいろとお話ができたらなと思ってますよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いしますはい早速ちょっとお伺いしたいことがすごくたくさんあるのでいろんなことをされていて <laughs> えー、あのプロフィールでご紹介した以外にもすっごいたくさんされてるのでいろいろお聞きしていきたいんですけど、うん、あの読者モデルとかもされてて <laughs>、ね、私好きなんですけど、うん、すごい高派な企業を務めから、うん、そういった活動に広げていく過程も多分ものすごく皆さん興味あると思うのでちょっとお伺いしていきたいんですけどあ<の>そもそも。 慶応の総合政策学部、はい、あ政治を学ぶと,だとさっき思ってて <laughs> で違うっていうことをお聞きしたんですけどそこに入ろうと思った理由を教えていただけますかはいありがとうございます。そう政策学部って書いてるから政治をね学ぶところなのかなってよく思われるんですけどそうじゃなくってあの問題発見解決型の人間を育てるっていうことを歌って作られた学部なんですね。 法律とか経済とか政治とかその一個だけを学ぶのではやっぱ世の中の課題ってすごく複雑だから解決できないから政治も学ぶし経済も学ぶしまあこれまでの文化哲学も学ぶしみたいなその自分の課題意識に合わせて横断的に学べるっていうのを高校時代の私は知ってそれで私自身がもうずっとちっちゃい頃から課題意識っていうものをすごく持ってる子供だったので。 あの大学に行ったら自分の持ってる課題意識の解決策を考える時間にしたいって思ってで1個しか学べないところではなくってそういう,こういろいろと自分が必要だと思うことを学びながら解決策を見つけていきたいなっていう思いで入りました。じゃ、うんね、あ、うん、大学の時はどん,などんな課題というかどんなお勉強されてたんですか えっと、特に私がテーマにしてたのがあの多文化共生社会の実現っていう、うん、言うと硬いんですけどあのいろんな違いがある人たちがいる宗教とか性別とか障害があるないとか国籍とかそういう違いのある人たちがその違いを差別とか偏見じゃなくって違ってることをいいよねって認め合えるような共に生きる社会を作りたいなっていうのがずっとちっちゃい頃からの自分の志としてあってなのでそれを実現するために いろんんなな学びをししてましたあそうなんですねちっちゃい時からその課題があったって何、うん、かあったんですかきっかけが。そうです、ね、なんかこう身の回りにもマイノリティとされるような方との出会いが多かったりだとかあと自分自身がこう関西で生まれて関東に引っ越して小学校は東京だったんですけど関西弁でいじめられたりとか両親がこう離婚したりだとかっていういろんなこう、まあ、ちょっと自分の中では逆境だと思えることがたくさんあって。 でもそのいろんな違いがある人たちが違いを認め合った方が豊かな社会になるのになっていうところからどうしたらその違いを認め合えるんだろうっていうのがずっと自分のなんか生きるテーマみたいなところがあったんです。<laughs> うん、そうなんですね ちょっとさっきもお伺いしてたんですけど今の会社の名前の由来となった言葉っていうのを高校の時に教えていただいたっていう話をちょっとしていただいてもいいですか <laughs> はいもちろんです。いや本当ににんか人生のね転機が多分高校時代だったと思っていてそれが「あの未来へ」っていう会社名なんですけれども、まあ、大体ね「未来へ」っていう 手のね未来へから未来へなのかっていうふうに思われるんですけどあの未来はエンプティキャンバスっていうふうに高校時代に通ってた塾の先生が教えてくれてなんか自分の未来って親が期待する道とかなんか周りの期待なんかもう決められてる未来しかないんじゃないかなって思ってたんですけど。 その時初めて自分の人生は自分で描いていっていいんだっていう未来はまだ何も決まってないんだっていうことをすごくこうガーンと頭をこうハンマーで殴られたような感覚になってそれでその言葉ももらったから慶応を選んだっていうところもあるかもしれないですね。すすごいいいい出会いででねそそれは塾ののの先先生生、ね、本当に素敵なだだったた言葉をいただいて 未来はエンプティの E から、うん、未来への E をいただいて <laughs>、そういう社名にしました。んね、うん、ありがとうございます。うん、そしたらそこでダイバーシティとかそういうのを実現したいと思って、えっと勉強されたんですけど、そこから NHK っていうのはなんでそのマスコミに行こうと思ったんですか？うんうん、あ、ありがとうございます。 なんかこう,そうダイバーシティみたいなそこに世の中が向かっていってほしいなって思った時にいろんなアプローチの方法はあると思ったんですよね。政治を変えるとか法律を変えるとか、ね、それこそ差別しちゃいけないよみたいな法律だってあるしなんかそういうアプローチもあると思ったんですけど結局は人の心が変わらないと状況って変わらない。 人の心に差別意識とか違いを受容できない気持ちがある限り、りんか世の中って良くならないんじゃないかと思ってじゃあ人の心を変えるのって何だろうっていうふうに考えてで自分自身が変わってきた経験とかも振り返るとやっぱり何かこう小説だったりとかお芝居だったりとか映画だったりとかドキュメンタリー番組だったりとか何かそういった物語に触れた時に人の心ってすごく変わるなって。 思ってであの大学時代お芝居もやってたのでなんかそういう制作みたいな表現みたいなところの道にも行きたい気持ちはちょっとあったんですけどあのその時両親が離婚してて母子家庭だったので母を養わなきゃっていうところがあって、うん、母を養いながらちゃんとお金をもらいながらでも自分のその理想に向かえる仕事っていうとなんだろうって。 思った時に NHK だったらドキュメンタリー番組を作ってテレビを見た人にいろんな気づきを持ってもらうことができるかもしれないと思ってそれで NHK を選びましたうんあそうなんですねすごいですね <laughs> すごいですよね, <laughs> すね,ねそのお母さん養わなきゃって思うのもすごいですよねお <laughs> 金がなかったから <laughs> うえ,ー、えじゃあ NHK ではずっと報道だったんですか そうですねあの入局して最初のうちは結構こう、旅番組作ったりとか青少年、子ども向けの番組作ったりとかいろんな経験をさせてもらうんですけど最終的にその報道番組なのか、例えばエンタメ系なのかとかいろいろとこうジャンルがある中で私は報道局社会番組部っていうところに配属されて<ー>、はい、作ってましたなんか花形のところですよね、多分 すごいみんなが知ってるような番組報道系ではそうですね、うん、NHK スペシャルとかクローズアップ現代みたいなああいう番組も作らせてもらって、うん、はい。なんか差し支えのない範囲内で印象に残ってる仕事でのプロジェクトとか何かありますか、うん、あ、そうですねなんかそれで言うとあのドキュメンタリーの番組で追跡真相ファイルっていうのがあってそこでアイドルになりたい子供たちちっちゃい子供たちが、うん それこそこう性的に搾取されるっていう課題があって、でうん、そうなんですよ <laughs> 着衣エロっていう、なんか着てるんだけどエロいみたいな動画をアイドルになれると信じて親も取らせてお金になってみたいな、結構そういう私もびっくりするような状況が、うん、まあ秋葉原とかのお店とかに行くと売ってたりとかして、でそれを課題だよなと思って。 でなかなか真相を追跡するって難しかったんですけど、まあ、その制作側の人だったりとかいろんな親の考えだったりとか実際に被害に遭った子どもだったりとかに取材をして作った番組とかも印象に残ってますね、うん、えすごいですねえそ怖いこと,とかなかったんですか あ,ありましたなんかそういうのを作るまあね作手する側の大人にもやっぱり取材をするので、うん、お前もやってみないと分かんないから一本取るぞみたいな感じで落とされたりして「<laughs> <笑><笑> <laughs> いやいや,やめてください」みたいな「私は大丈夫です」みたいな感じだった、うんえー、そういうのもでもそこに切り込もうと思って反対とかはされないんですか あでも本当に NHK って結構みんなこう志高くやってる人が多い組織だったので、うん、あそれは問題だねっていうことになってただその報道をすることによって傷つく人たちとか思い出す人たちもやっぱりいるのでその被害の表現だったりとかはどういうふうに映像でやろうかっていうのはすごく気を使ったりしましたけど<ー>、うん、そうなんですね。 かかってるなあれ結構なんか綿密に取材を重ねてみたいな結構年数かかってそうな印象があるんですけどう、ね、うーん結構でもそのネタをやりたいなって思ってから提案採択までにやっぱ下調べとかをコツコツやって結構時間かかったりとかあとはじゃあ番組の枠がいただけて提案が通った後にもまあロケも含めて編集っていうのでまあ1ヶ月単位ではかかっていきますねうんうんあそうなんですね。 え、じゃ、その N. H. K. で、えっと、社長賞を取られたりとか、なんか結構。そうですね。会長賞をいただいたり、あとはあの、菊池寛賞っていう結構、あの、報道だけじゃなくて、いろんなエンタメにも。あの、与えられる賞があるんですけど、うん、それもいただきました。うん。そう、華々しくされていたと思うんですけど、それ、なんで、いきなり、そこから転職起業っていう方向に。うん、そうですよね。いや、私もまさか自分が定年、定年までいると思って。 ので <laughs> やめるんだっていうのは自分の中でもすごい衝撃だったんですけどなんかその子供を産んでで時短今小学2年生の子供男の子がいるんですけどあの子供を産んで時短勤務みたいな形で復職した時にやっぱりディレクターの仕事って結構24時間働けますか的なところが私の頃にはまだあって今はまたね良くなってると思うんですけど。 でその時になんかこう子育ても中途半端、番組作りも中途半端みたいな自分がちょっと嫌になってきてでやっぱ100人ぐらいいる部署でそのワーキングマザーとして働いている人が私一人しかいなかったんですよ。<laughs> そうなんでだからこう、ね、いろいろ配慮してくださるけれどもなかなかうんって思う、だん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 ,だんこう自己肯定感も下がっていってみたいなのがあって。 でその時にたまたまサイボーズっていう IT 企業の社長の話を聞く機会があってでサイボーズっていう会社は100人いれば100通りの働き方ができるよっていう結構働き方とか面白い先進的な企業なんですけどだからワーキングマザーであっても活躍してる別に子供がいなくても週3しか勤務してない社員もいるし副業したり起業したりしてる人もいるよみたいなのが面白くってなんかどういう状態になっても活躍できる組織っていうのがあるのであれば それはちょっと取材してみたい取材してみたいっていうか取材みたいな感じででも自分が体験してその良かったことを他の企業にも広げていけたら同じように困ってる人が助かるかなみたいなそういう気持ちもあって行ってみようって転職しました、うん、あそうなんですねうん。ええじゃそのと同時に起業されたってことなんですかそうなんですサイボウズは副業ができる会社だったので でサイボーズの仕事もすごいやりがいはあったんですけどやっぱり自分のこうメディアで培ってきた経験とかがあの全部生かせる仕事ではやっぱりなかったので企業研修とか組織開発のコンサルみたいなのをする部署だったんですね。で、だいぶ違いますよね。もうだいぶ違います。ほんに。なんか「<laughs> <に>はいやります」みたいな感じで手を挙げたらやらせてもらえるとかそういう感じだったんですか もうねだってそもそも IT 企業のサイボーズが元テレビディレクターを採用するっていう時点でこの人どこに入れようみたいな感じじゃないですか <laughs> この人何できるのうちの会社でみたいなでもまあそこがやっぱサイボーズって面白くってまあいくつかここに行く道もあるよねなんかそれはコーポレートブランディング的なちょっと外に向けてサイボーズを発信するみたいな部署もあったしあとはサイボーズがその 私が引かれたその100人100通りの働き方とかみんなが活躍してるみたいなそのサイボーズがうまくいってる組織の作り方みたいなのをまだうまくいってない会社に伝えていくっていうそのメソッド事業となんか2つ行く可能性があったんですけどどっちがいいかっていうことを聞いてくれて、うん、でサイボーズを外向けに発信するんだったらまあ、NHK でやってることが活かせるけど、まあ、なんか同じだなと思って新しいことに挑戦したいと思ってこの。 組織とか研修とかをやる方を選びました。そうなんです、ね。あ、じゃあ実際に自分がどこかに行って教える。あ、そうですね。もう本当に大きな企業から小さな企業までいろんな企業の課題を聞かせていただいて、そこに向けて研修をしたりプログラムを作ったりっていうのもそこで初めてやってみて面白いな。そうですね。うん、うん。あ、じゃあそのお仕事をしながら、え、そもそも子供がえ、それはフルタイムだったんですか？うん それはねえっともう時短だったしさらになんかこう在宅勤務も織り交ぜながらみたいな働き方で、うん、まあコロナになる前だったから結構先進的だったと思うんですよ。お子さんが生まれてそんなお忙しい時に起業しようっていうふうになったのは何かなんか周りの人がえかやちゃんその元 NHK ってことはメディアの人だから。 メディアにどうやったら取り上げられるか教えてほしいみたいな,なんか周りの人からのこういうのやってほしいっていうお声が集まるようになってえそんな知りたいみたいな私もなんかそのメディアにいるときは取材をお願いして断られることは結構あったけどまあプレスリリースって確かにいっぱい受け取ってたけどな,なんていうんだろうあこんなにでもメディアに出る方法を知りたいっていう人がやっぱ世の中いて需要があるんだっていうことを知ったんですよね。うーん そこもあって、それをじゃあ教えてあげようかなっていうところもあったし、あとはこう自分がやっぱりいろんな人の取材をしていいところを見つけ出したりとか、こんなところが素敵だよねって言ってその人に伝えて、その人がすごくこう自信を持つみたいなのがすごく好きだったので、それを他の場所で、サイボーズでやらないんだったら他の場所でやりたいなっていう、本当に気軽な感じで最初は副業をスタートさせた感じですね。あそうなんですねたらなんかニーズがあって あ、じゃあやってみるみたいなそうですね。うん、そういう感じだったんですね。うん、ああ、なるほど。えでそれがなんかすごく多分大きくなっていってで、今ご自身の会社でされてるんだと思うんですけど、それはどういう感じでそうなっていったんですか？はい、それはいろんなことやってたんですよね。その副業時代、パラレルキャリアとして自分のオリジナルの講座作って、そこでなんか自己 pr。 とか動画を使って話す姿をトレーニングするメディアトレーニング的なことをやったりだとかライター的なこともやってでもその中であの PR がやっぱり一番ニーズがあるのかなとか思ってた時に自分はメディアだったけど PR 会社で働いてないし PR をする人のことってあんま分かってないなっていう意識があってその時に PR を学びに行ったんですよ。うん ちゃんと学びたいなと思って PR を学べるところに学びに行ってそしたらそこの教えてくれてる人が私を会社に引っ張ってくれたっていうかあの役員としてうちの会社に来て一緒に会社を大きくするところに力を貸してくれないっていう風に言ってくれたのでなんかこう細で働きながらいろんなパラレルキャリアやってるのも楽しかったんだけどなんか一個そしてなんかこう,う企業っていう形で 何か世の中に提供していくっていうのが面白いなっていうふうに思っててそのまだまだスタートアップでベンチャーだったのでその企業の立ち上げみたいなのを経験してみたいなっていう思いがあってでそれでその時はこう私には会社を立ち上げる力はなんかその時はね思ってたんですよ私にはないけどこの立ち上げて頑張りたいと思ってる人の横で推進力になることはできるかなと思って。 それで役員としてあの入らせていただいて3年間 PR 会社で働いてました。その時はもう細胞ズから転職という形で。そうですね。うん、そこではどんなお仕事をされたんですかそこではそれこそ,その PR を教える仕事を、その PR の教育事業の事業部の責任者だったりとか、あとは PR 代行、B2B で PR を代行するお仕事をやったりだとか、あとはこうどんどんやっぱ会社が拡大する時期だったので、 まあ採用だったり入ってきたメンバーをチームとして作るチームビルディングだったりとか教育だったりみたいなところをもやってました。そうなんですね。うん、じゃ今までの経験がすごい全部生かせるみたいな感じだった。あ、そうなんです、そうなんです。しかもコロナになってそれまで対面でやってた講座がオンラインでやるとかになったら、オンライン配信ってもうテレビ番組と一緒なんですよね。あ<ー>結局カメラに向かって何時から何時という時間の尺があって。 テレビの生放送と結構一緒なのであの、まあ、オンラインの講座っていうのを作る中でもやっぱりこう飽きない楽しみながら学んでもらえるっていうことをすごい意識しながら作ってましたうんすごいですね <laughs> なんかそんなかハマるのがあるっていうのがすごくないですか<笑><笑>うん,なんか今までやってきたことがかっちりハマるみたいな全部意識しるっていう,にうん本当ですねすごい,いや、うん、ご縁だなって思います、うん そうです、ね、えじゃあそこでコロナのあたりからそれをされていて、うん、でご自身で会社を立ち上げようって思ったなんかきっかけとかがあったんですかそうですねあのちょうど去年の今頃あのすごいこうやりがいを持ってその取締役としてやってたんですけど、まあ、子供が小学1年生になったこともあって家庭のバランスとか仕事のバランスとかちょっと崩れ始めて。 私もメンタルを崩しちゃったんですよ、去年。で2ヶ月、まあ、給食をさせてもらうっていうことがあってでその時にすごくこう、まあ、自分自身とかこれからの人生とかを見つめ直す時間を持つことができてで、その時にまあ何を大事にしたいのかとかこれまでの自分の結構こう周りの人を立てて。 周りに求められれればそれを頑張るみたいな自分がどうしたいかよりも周りを優先しちゃうようなところとかもあってなんか優等生になってしまうみたいなところとかそういう自分を振り返りながらでもこれからはどうしたいかなっていうことを考えるっていうそれがすごく大きなきっかけになりましたあその時にどういうふうにこれからどうしたいっていうのが出てきたんですかそうううですねなんかかこれからどうしたいいっていう時に 思ったのは、まあ、すごくその仕事やりがいはあったけれども結局何て言うか、まあ、会社ってその社長のもののだなっって思ったんですよね社長の横で社長が描く夢を実現するために一パートとしてなんか自分が役割を果たす、うん、役目を果たすみたいなでもなんかもっとこう夢を描くところから自分でやりたいかもっていう風にちょっと思って。 なんかこれまで本当独立とか起業したいとかそういう願いを持ったことは実は本当になくってなんかやっぱ組織にいたい安心したい安定してたいみたいなだからあのサイボーズにいる時もサイボーズの正社員としてのちゃんとお給料とか安定がありながら副業でみたいなで次も会社に呼ばれて取締役だけどとはいえまあ私じゃない人が社長の会社で月々お金をもらってみたいな なのに、うん、急にこうあれ私もなんか理想を描きたいのかもしれないなっていうことに気づいたんですよね。うんそれいや私さっきから聞きたかったんですけど僕でもすごい引き止められませんか。や、うん、<laughs> めないでみたいに。<laughs> うんありがたいことに本当になんかね,うん、うん、ね役立てるっていうのはすごい嬉しいことなんですけど。うん、えなんかもう周りの人とかにも NHK とか。 もったいないからやめないよとか言われた,た。えめちゃくちゃ言われました。<laughs> 絶対やめた方がいいよみたいな。やめるの。<laughs> ね、やめるのやめた方がいいって言われました。<laughs> でもそれでなんか多分前の会社もすごい活躍されてて、多分本当にいなくなったら困る人材だったと思うんですけど、うんうん、その推進力っていうのはどっから来たんですか。いや本当になんかやっぱ人生一度きりっていう風うに思っていて。 NHK やめるのをみんなが止めたときもすごい悩んだけどでも今この次の瞬間にか例えば車にバーンって引かれてなんか死んじゃうことになったらあれ私 NHK を出て外に出てたらどんな人生だったんだろうってなんか後悔するかなと思って<ー>で外に出てやってみて違ったって思ったらもしかしたら戻ればいいかもしれない戻れるかもしれないしわかんないけど やってみて後悔の方がいいなってやらずに後悔よりはって思っていてでもちろん今回やめる時もすごい迷ったし悩んだんですけどでもやっぱり自分の人生だからやらずに後悔よりはやって後悔の方がいいかなってじゃあ今はその未来のキャンバスにどんな絵を描きたいなとかいうのがありますか <laughs>、うん、あそううですね本当に今はもうなんか 明日すら決まってないっていうかもう1年後ももちろん決まってないそれを決めるのは自分だしその未来のそのエンプティーなキャンバスに何を描くかが全て自由ってことがめちゃくちゃうれしくってで今本当に思ってるのは全ての人が自分の価値に気づいてでその価値を生かして誰かに必要とされるっていう体験を本当にみんなにしてほしいなと思っていて。 その、まあ、ダイバーシティみたいなところから私の志は出発してるんですけどそこが今にもつながっていてやっぱみんなそれぞれ違うでも違うその中にその人の個性というか強みとか良さがあってその人だけの輝きがあるからそれを私なんて私なんてじゃなくって私これできるんだっていうことをみんながこう自信を持って伝えられる。 そういう世界にしていきたいなっていう思いがあります。ああいいですね。うん、すごいめちゃくちゃ興奮してます。うん、えーありがとうございます。うん、えー、でも、いやこれ多分リスナーさんすごい興味あると思うんですけど、うん、あのすごい安定思考だったのに、白いキャンバスで何でも書ける自由みたいなところに転換するときに、どういうふうに転換していったんですかあー。うんうんうん でもなんかやっぱ石橋叩いてきてると思うんですよ、ね、やっぱ振り返ればやっぱ NHK が一番大きくて安定してるし<ー>で次サイボーズっていう会社にちょっと行ってでもサイボーズだともちろん上場企業だから大きいんだけれどもでその後立ち上げたばっかりのベンチャー企業に行ってでそこで3年間やっぱ一番ちっちゃい単位の会社っていう経験を3年間したんですよね、うん、だから本当にもうちょっとずつちょっとずつ規模がちっちゃくなって、うん、<laughs> ちょっとずつちょっとずつ自分の自由度も上がっていってるみたいな。 なんかめっちゃ石橋叩いてきたなって思います。あそうなんですねちょっと行けそうなちょっと行けそうな階段から登るみたいな、ね。ステップステップしてって本、うんとに、ね。じゃあ現在の授業っていうのはどういうお仕事をされてるんですか現在は自分で立ち上げてるオリジナルのスクールが2つあって1つが講座ビジネス。 やっぱりこの3年間その PR を教える教育事業っていうのをやってきてたので、まあ、講座っていうものを立ち上げてそれをビジネスとして回していくためのコンテンツ作りだったりとか事務局周りだったりとかいろんな部分をまるっとプロデュースするっていう講座作りのブートキャンプっていう講座を1個やってます。とあと自己 PR 力っていう自分のやっぱ魅力とかをちゃんと自分でこの口頭で表現できるようになってほしいなっていうのがあってもともとお芝居とかもやってたし。 自己表現っていうところは、本当にみんながもっともっと日本の人は学んだほうがいいと思っているので、その自己 PR 力を身につけるっていうオリジナルスクールが2つあるのと、あとは B2B で行政の方とか、それこそ東京都の,あの創業支援センターとかにご依頼を受けて、専門家としてあの研修をさせてもらったりだとかっていう案件があったり、あとは本当にちっちゃな町工場さんの企業の新しい商品の立ち上げとかのサポートをさせてもらったりとか。 なんか面白そうですそうめちゃくちゃ面白いんですよ。<laughs> 本当にあにやっぱり NHK だった時にいろんな方の取材をしてたのでであこれ面白いじゃないですかっていうのが本当にそれに気づいてえこれこうやったら面白いんですよって言って一緒にやって反応があるみたいなその町工場さんも私が関わって。 月の売上が10倍ぐらいになっすそうでそれをなんか本当にグラフとかで数字で一緒に見れると、まあ、まだまだなんですけどもともとお力になりたいと思いながらもまずひとまず関わったことで変化が起こせたんだっていうのがすごい嬉しくってそれはなんかプロデューサー的なお仕事なそうですねだから私もなんか自分の肩書き何なんだろうって思いながら今は一応ブランドプロデューサーっていう形にしてます いいですね、えじゃあその講座事業の方は個人で起業したいっていう人向けみたいな感じですか、ねうんうん、あそうですね個人で起業したい人も多いですしあとはあの企業研修とかをね受け負ってる研修講師の方とかもあなるほど企業向けの研修それもなんかやっぱりプログラムのデザインってすごい大事なので,で私あのもともとワークショップデザイナーっていう資格をサイボウズ時代に。 あの120時間くらい勉強しないと取れないんですけど、うん、あの通って取ってて取るんですよあそすごいですすすよごいね <laughs> そうあの学びの場のデザインを学術と実践で学ぶっていうところだったんですけど青山学院大学が社会人向けにやってる講座でだから、まあ、そこら辺の学びとあとビジネスやってきた実践だったりとかあと自分がオリジナルの講座を立ち上げてる実績とかからあの人のお役に立てるかなと思ってやってます。うん <あ>うん、じゃあなんかそういうのに興味があった、えっと、常時募集してる感じなんですかそれともあそうですね、あのインスタグラムをフォローしていただけると、インスタグラムに LINE のリンクが貼ってあって、LINE を登録しておいていただけると、一番いつもちゃんとあの情報がいきます。インスタをフォローしてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。うん、えっと、そしたらちょっとご自身のことをお伺いしていきたいんですけど、うん、あの今までの 人生でまあなんか多分いっぱいあると思うんですけどブレイクスルーみたいな,なんか何かがきっかけで前と後ではだいぶ変わったなみたいな何かあったらその時の時経験を教えていただけますか,なんかさっきちょっと言っちゃったんですけどやっぱり去年の,その自分がメンタルダウンして休職したっていう体験がすごい大きくて。 まさか自分がっていうでそれこそその講師の部分もメインでやってたし私が抜けたらなんてみんなに迷惑をかけるんだろうってすごい責任感でなんか休むことすらもうちょっとこれはなんか、ね、診断書とか出るんですけどなかったことにしようかなって思うぐらい結構葛藤があったんですけどでもまあ家族からも休んだ方がいいって言われて思い切って休んだ時に。 すごいそのまあ、お客様だった塾生の方たちがすごい心配をしてくれて温かい言葉をくれてでチームのメンバーもみんなで加代さんがいない間頑張りますって守ってくれてなんかこう母を養うみたいな話をしましたけど私一人っ子で,で両親がずっと仲悪くっていつもなんかこういい子でなければならないって思ってたし。 親の期待に応えないと私はこの場にいちゃいけないみたいな結構こう自己肯定感がまあね今のもうみんなよく使う言葉ですけど自己肯定感っていう意味で言うとすごく低かったんだろうなって思うんですよね。だけどなんかこう本当にそんな人のためだけに人のためにやりたいっていう気持ちも嘘じゃないけどなんかこう自分の心身の健やかさを損なってまで誰かのために生きる人生っていうのは、うん 本当に自分にとって幸せなんだろうかっていうこととか、やっぱりせっかく縁あって家族になってる今のパートナーだったりとか、子供だったりとかっていう、家族との関係も大事にしたいっていうふうに思うことは、やっぱ叶えてあげ、自分のその願いを叶えてあげてもいいんじゃないかとか、そういうことを思ったりして、なんかすごくかたくなだった、私がそんな休んだりしたらもうみんな私のこといらないって言うんじゃないかなぐらいの、うん。 すごいこう、これまでは、そう、多分白氷を踏む思いで、これまで。<laughs> 誰もがあなた、ここにいていいよって認めてくれるラベル集めを私は人生でしてたのかもしれないなと思ったんですよね。<laughs> NHK のディレクターって言ったら、すごいね。KO 行ったって言ったら、すごいね。で、サイボーズ行ったって言っても、サイボーズも結構中途採用ってめちゃくちゃ大変なので、すごいね、みたいな。でも、人からすごいねって言われることと、自分が自分を満たすことって全く違う からやっぱ自分で自分をもっと満たしてあげたいっていうふうにガッとなんか自分の中の大事なものの価値観が変わったのはやっぱ去年かなって思います。うんすごいもう今の話めち,めちゃめちゃ元気づけられる人がいっぱいあるのかな。だって、うん、やっぱりこれ経歴だけ見ているともうなんかもう、うん、ザ・エリートしかないみたいな。<laughs> <laughs> もね それでもやっぱり内的な葛藤があるっていうのは <laughs> うん、うん、やっぱみんなそういうのが抱えて生きてたりそういう人、ん、がこの番組聞いてらっしゃるんですけどなんかすごいそこからねご自身でそういうふうに現実を変えていってっていうのがすごく元気づけられる勇気づけられるんじゃないかなって思いました、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます <laughs>、えー、そしたら今モヤモヤしてるリスナーさん 一歩を踏み出すアドバイスがあったら教えていただきたいんですけど。ありがとうございます。いやなんかモヤモヤは本当にチャンスだと思うんですよね。モヤモヤしててななないいいいいいって別に現実変変える必要ないから意いい意味でも悪い意味ででもも悪化がないだけどモヤモヤし始めるっていうのは何か次また自分が見たこともない未来に向かっていけるすごいチャンスだから。 あのまずはモヤモヤを受け入れるというかああモヤモヤし始めた次私はどこに行くのかなイエーイみたいな感じで前向きに捉えてでなんか変化を怖がらないっていうのは本当にそんななんか死ぬことはないと思うんですよね何を選んでも <laughs> で。死ぬことはないからやってみる。うん、で なんかやっぱ安定をどんどん手放してきたこ,うこれまでの私のキャリアですけどやっぱ手放せばそれだけ新しいものが入ってくるなーっていうのはすごく自分でも実感してるのでこうパッて手を離すことを怖がらずにもっといろいろチャレンジしてもやもやからの変化の人生を楽しんでもらえたらいいなって思います。 めっちゃ説得力あります拝、ね、見 <laughs> してきたから。な <laughs> ってもうすごい説得力しかないですけどいやもうほとんどの人がこんなちょっともうなんかもう手放したらいいのにっていう思うようなものかって握りしめてしまって <laughs> うこうやってね <laughs> <laughs> そうそうそうなんか自分は好きでもないキャリアなのに手放せないみたいな人が結構いっぱいいるからそこに手放したところに入ってくるっていう。 本当にその通りですよねうだと思います。ありがとうございます。えっと、そしたらですね、おすすめの本があったら教えていただきたいんですけど。はい、あります<笑><笑>、ね。これ聞こうと思ってます、私実は。<laughs> <え>言語火力。言語火力っいう本が来たんですけど、はい、三浦。言語火力です。三浦孝弘さんの言語火力、言葉にできれば人生は変わるっていうサブタイトルがついてますけど、はい いやこれを聞こうと思ってたのはモヤモヤから抜けるっていうところで言語ができないから抜けられない人が結構いて、うん、で多分佳よ子さんの場合はそれがなんか普通にもともとできたんじゃないかなって思って、はい、それで抜けられたのかなって思ったんですけど <laughs> はい、はい、聞こうと思ってたらその本が来たのでびっくりしました。 結局言語化なんですよね自分が何を感じて自分の心がどう動いて何をしたくってそのさっきもね未来はエンプティキャンバスで未来に絵を描くって自分の未来を自分で決めるって言っても言葉で規定することしか人って意識できないから未来に絵を描くのは言葉でなんですよねまず。なので言語化力めっちゃ大事なんですよ。<laughs> どんな変化を 起こすかを定義しなないいないいいいとけっていうなのでちょっと読んでででしいですね、うん、でも言語化力はちゃんとトレーニングすればちゃんと磨けるしあの私の講座に来てくれてる皆さんも本当にそのトレーニングにずっと向き合ってワークをいろいろやったりする中で少しずつあなんか言葉が出てくるようになりましたみたいな言葉が分かってきましたっていうことをね、うん、言ってくださるので本当に自分の価値を伝えるのも自分の言葉なので、うん、言語化力読んでほしいです。うん、その本を読むと どうすすればいいいいいかかがちょっと書いてあるみたいな感じですかはい、結構その言葉の作り方とかやっぱりこの方がねもともと博報堂でマーケティング PR クリエイティブ部門などなどやってる方なのでクリエイティブディレクターの方なので目次もねすべては言葉で変えられる言葉にする方法印象に残る言葉一生残る言葉を作る言葉で人を動かす言葉で未来を指し示せっていうまさにめむちゃくちゃ読みたいです はいぜひぜひ、うん、本当に人生の目的を言葉にせよっていうふうにも書かれてるので、うん、大事ですね、うん。確かになんかぴったりあこれじゃないんだけどこれじゃないんだけどあでもあこれかもっていうぴったりしたものとか見つかったらいきなりガッて動いたりしますもんね、うん、いろんなことそな。そうなんですそうなんです。ねそんなすぐにできることではないからこそじっくり取り組んで、うん、でも取り組むと必ず変わるうん。うん、ありがとうございます。はい。 はい、じゃあ今日いろんなお話を聞いてもしかしたら講座とかに興味のある方もいらっしゃるかもしれないし、うん、あとフォローしたいっていう方いらっしゃると思うんですけど、うん、インスタグラムをフォローするのが一番いいですかからラインですかでインスタグラムをフォローしていただけたらいいかなと思いますぜひ、はいで。インスタグラムは MIKIKAYOKO ミキかよって普通にアルファベットで入れてアンダーバーしたらオフィシャルで。はい 出てきますので、ぜひぜひフォローお願いします。はい、ありがとうございます。小物とリンクにも貼っておきますので。あ、ありがとうございます。えっ <laughs> <laughs> 今日は加山さん、どうもありがとうございました。こちらこそです。本当にありがとうございました。 自分を変えたい人生を変えたいと思っている人すでに人生で多くのことを成し遂げて満足しているけれどもっと大きなことをやってみたいとか次のレベルの成功を目指したい人他にも同じようなことを考えている女性のいるコミュニティに入りたい人 HappilyEverAfter 未来デザインメンタリングコミュニティはそんな女性のための無料のコミュニティですコミュニティには自己啓発ハイパフォーマンス引き寄せ NLP など多彩なトピックの週一トレーニング アクションプランニングセッションなど無料のマスタークラスやワークショップおすすめの本の紹介などモチベーションが上がる投稿などコンテンツ盛りだくさん興味のある方は QR コードまたはショーノートのリンクから参加してくださいね。